こんにちは。今回はですね、社員の心の中の優先順位のお話をしたいと思います。で、ざくっとですけど、この2個どちらの方を本音で上位に置いてるかは社員によって違うと思います。これはマグレガーの XY 理論と似たような話になります。まあテーマとしてはおそらく根っこ一緒なんだと思いますけどね。社員一人一人みんな口ではこっちの方が大事だって言うんですよ。口では、で、表層意識でそう思ってる人多いと思います。なんだけど本音はこっちの方が大事な人の方が多いと思います。本当に完全に相反する事象が発生した時、まあなかなかないと思いますけど、成果は上がるけど理解してくれる上司がいなくて、成果を上げたのに叱られるのが分かってるようなことっていうのを、会社の業績を上げるために叱られるの承知でやる勇気の方がどれぐらいいるかって言ったら半分いないと思いますから、叱られるって分かってたら成果上がるの分かっててもやらないんじゃないですかね、多くの社員さんが。で、それを顧みずに成果のために実行に移せる方って相当優秀な方だと思いますよ。で、まあすいません、ちょっと話がそれてしまいましたけど、両方の話をしてます。上司とか経営者から見たこの話と、社員さんご本人から見たこの話で、上司とか経営者から見たこの話については、この現実をきちんと理解しておいた方がいいと思います。これ上司とか経営者になれるような方はこっちの考え方をしている方の割合がかなり上がるんですよ。だから経営者になれたと思いますし、だから上司になれたと思いますから。なので人間って自分が世間の標準値だと思いたがる生き物ですから、みんなこうだっていう誤解をしている経営者とか上司の方は結構多いんですよ。成果の方を優先するとか、んなわけないじゃないですか。社員、一般社員、特に部長職とか課長職とかについてない、それそこまでの役職についてない一般社員の方々、こっちの方が大事な方絶対多いですよ。で、それを実は社長、部長、課長の方は分かってない方が多いと思います。こっちを重視するべきだって固く考えてる方が多いと思うんですけど、ちょっと言い方悪いですよ、言い方悪いですけど、将軍と兵隊が考え方同じわけないじゃないですか。なので兵隊はこっちの考え方の人が多いという現実を知っておくべきだと思います。で、兵隊一人一人 A さんはどっちで、 B さんはどっちで、 C さんはどっちでっていうのを把握しておくべきだと思います。把握できないほどの人数の部署だとしょうがないですよ。部下が100人いますとかね、把握できないところなんですからしょうがないと思いますけど、部下が両手で数えられるような人数だったら把握できると思いますから、その人が実は内心こっちの方が大事そうなのか、こっちの方が大事そうなのか、で、こっちの方が大事そうな人にですね、成果の話したって無駄なんですよ。そのここに利害が反してない、ここの話だったら言うこと聞きますけど、ここを犠牲にしてまでここを上げたいってそもそも思ってないですから、その部下本人が。なのでこの上司の方は、その部下一人一人が内心どっちを重要視してるか、多分こっち重視してるような方は、まあ将来の有望幹部候補でしょうね、はい、このどっちを重視してるかっていうのはきちんと見定めて、それに応じた指導した方がいいと思います。こっち重視してる人にこっちの話しても多分無駄ですから、興味ないと思いますので、はい、なのでまずその経営者とか上司側から考えた場合の注意です。で、次、実際の一般社員の方から見た話、こっちを重視してしまう心理は私は仕方ないと思ってます。まあ、怖いですからね、上司から叱られるの。で、怖いものを怖がるなってそんな無茶だと私も思いますから、この気持ちになってしまうのは仕方がないとは思うものの、こっちを犠牲にしてこっちを取った時に見てくれてる人はいますから、よっぽどのブラック企業じゃなかったら。まあ、案外ブラック企業の方がこれに関しては見てる人多いかもしれないですけどね。こっちを犠牲にしてまでこっちをあなたが優先したとき、ちゃんと見てる人いますから。なのでその方に認められていつか報いられる日も来るとは思いますから、もしそこで頑張ってこっちを重視するっていう風に考えてみようかなとお考えになってる方がお見えになってるんでしたら、ぜひ頑張ってみてください。普通にこの2つ、こっちの方を重視している方の方が私もおそらく出世させる
気になると思います。また経営者の考え方として、まあ片方で、まあどうしてもこれは譲れないという方は、まあそれそれで仕方がない、自分を卑下する必要もないと思いますので、まあ自分が幸せになるためですから、そのなるべくあまり本音でこっちを主張しすぎると多くの上司の方があなたに対する評価を低くしがちですから、まあそのあたりはそこそこ、これの妨害になってない範囲をきちんと成果も上げるようにして、ちょっと上手に生きていかれるっていう考え方をした方がいいんじゃないかなと思います。あまり意固地にならずにね、はい、というわけで、この社員が優先すること、成果を優先する方と叱られないことを優先する方、両方いると思いますけど、ちゃんと見極めて上司側は使い分けましょうという話と、その部下側は自分がどちらを大事にしているかっていうのをきちんと自覚して頑張って生きていきましょうというお話でした。今回は以上です。